プログラムナンバー6番武甲運休による天まで届け武甲我流の舞です。行動者の有限会社お知り当店は虎の町で産業廃棄物一般廃棄物の収集運搬リサイクル店を営んでいます。息子が離婚しましたのでお祝いで有限を奉納いたします。試合を担当する武甲運輸は武甲山の麓で生まれ育ち、上は70代から下は20代まで幅広い年齢層で仲良く頑張って活動しています。武甲運輸の先生は服とやがらを引き離し落下感で作ります。やがらにはダイヤが輝き、花火や煙が出る予定です。それではお待たせいたしました。武甲運輸による天まで届け武甲我流の舞です。武甲運輸の皆さんお願いします。おはようございます。武甲運輸です。お隣の横手町です。会場巡り、登山は地面を通じて賑います。姫路と前回の会社が多くあり、環境の街でもあります。ミトコラボ事業での最大日本企業展示する街でもあります。その向こう見るは、先ほどの北部の説明にもありましたように、福岡の監督で立ち上がりましたので、ミトコラの名前を福岡と決めました。福甲運輸という店は先ほど説明がありましたように、皆さんお待たせることなく年間即上場を始める福甲運輸店です。上空で福と山を分けてそれぞれがパラシュートで塗られて運用しています。今年はもう2つのパラシュートが空を舞います。アキラを第1号4つの学科さんが舞い降りますので、親子傘と言いました。有名は天まで続け不幸が言うの舞です。高校者は他の町で有限会社お手に商店を営んでおります。お手に夫妻様、お手に様の営む社員組業のさらなる成長発展を願うとともに、ご長男花主様、緑様のご結婚を祝う流星をお奉納してくださいました。そのわけで、ご主人家とそのお父さん、お母さん、大阪でお住まいなんですけども、大阪の天皇家、御両家の関係の願いを込めたお奉納をいただきました。ここで、お参加の皆様に、ご礼を愛とててのご参加に、協力をお願いいたします。工場は一度仕事に動きをかけます。動きが上がりましたら皆さんが要望を聞いていただきます。その後にこちらの開口をどんどん行います。要望をどんどんです。もう一つお願いです。見事な日程が上がりましたら皆さんに深い感情にもご協力いただきたいと思います。もう一大であるための土砂を引きながらの工場も私が進ませまして、今土砂が階段の端を降りてまいりました。これで地域に完了ということになります。55分の結果なんですが、ちょっと早めに工場を入りたいと思いますので、よろしくお願いします。
Thank you.